ヘムラジャニー家。誰？クリシの家族かな。彼との思い出がどんどん増えていった。心なしか仕事も頑張れた。そんな中、食料品？好みが合わないとかなのかな。食料品、買い物行こうよ。いいよ。いいよ。はい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 。これがこうね。これがこう。あ、ここで二人の目玉焼きには醤油だろ。いや、塩コショウよ。味の素入れないなんてありえないんだけど。それはあるだろ。塩だけでいいだろう。いいえ、絶対塩コショウと味の素。そう、言い争いです。些細なことから二人に言い争いが。だいたいいつもあなたはいつもこうで、あなたっていつもそう。ずっと思ってたけどさ、洗濯物は全然やんないし、部屋だって汚いし。そんな言い合いが続きます。そして気まずい空気のまま二人は帰っていくわけですね。でも言い過ぎたかなって。ごめん、言い過ぎたよ。味の素もいいよね。私もごめんなさい。醤油をかけたって美味しいわよね。そして無事二人は仲直り。いいじゃん、よかったよかったよかった。そのまま別れたら僕どうしようかと思った。そして二人の幸せの日々がまた戻ってきます。ほら、はい、味の素だよ。うわ、ありがとう。6ヶ月後、同居。おお、ついに恋も発展しましたよ。これ何？そして彼の荷物がね、来ました。二人のね、生活が始まります。まあスリッパはもういいかな、靴はもういいかな、黄色い靴ももういいかな。でも黒いブーツはいる。いらないものは全部捨てなきゃね。うーん、このよくわからんのはいる。これは味の素を作るためにいる。これも、いやでもこれはいらないかな。これパスタ茹でるやつだけど、これもいらない。うん、これは味の素になるからいる。あ、でももう置く場所がない。どうしよう、全然何が何かわからん。ケチャップはもうここら辺はね、あのケチャップと味の素しか食べないから私たち。塩コショウはいらない、よくわからんやつ。まあ華やかさが欲しいのでこれも置いちゃおう。あ、洗面所も汚い。彼の歯ブラシと、そうだよね、彼がうちに来たんだよね、どっちかっていうと。あ、同級生との写真真っ先に捨てよう。本もいらない、新しい生活だもの。スケボー教えてもらったし、ゾウはなんか彼に似てる。これはあの音楽聴くときに使う。彼の趣味にね、合わせなきゃある程度は。これはなんか彼が遊び行くとき使うみたい。これはなんかいる。これはみんなで撮った写真だから絶対にいる。これなんだろう。いらない。そうして二人の幸せな生活が始まりました。本日オーディション頑張ってね。いってらっしゃい。頑張ってくるよ。はい、これ。あ、違う、くれたんだ。何これ。ほら、君、俺の夢を応援してくれただろ。次は俺が君の夢を応援する番だ。クリッシュ、一緒で幸せ。おお、クリッシュ。二人とも7時15分には起きません。起きるんだ。
そしてね、飲んで食べて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 、あ、ごめん、クリシノちょっと食べちゃった、あ、ごめん、クリシノ食べちゃった、いちご食べて飲んで飲んで朝ごはんを一緒に食べます。そして通勤楽しい、頑張ってね。バカップルです。なんで泣いてんの、ウケる、好きだよ、私も超好き。お仕事です。心なしかもね、仕事もどんどん早くなりました。二人で作った料理、これは何だろうかな、これは、おいおいおい、あ、チャーハンです、振ってます、今振ってます、チャーハン振ってます。そして彼のチェロの音楽を聴きながら絵を描く、そんな生活、もちろん描くのは彼。そして寝る、幸せな生活です。しかしだんだんと日常はマンネリ化していきます。1年後、生活は一変。あ、おはよう。生活に変化がありました。朝起きて歯を磨いてミュージックアカデミーに行き、私は仕事、98、9、36、36、88、11、36、36、88と、チェロもね、うまくいかないみたいで、お母さんから、はい、もしもし、私の彼氏見つけなくてもいいから、大丈夫よ、忙しいの、なんでもない、仕事のこと。そう、どんどん二人の生活はね、いい生活じゃなくなっていって、ピザを食べます、はい、うまい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 、もう絶対誰にも譲らないタイプの食べ方。そして寝る、もうだって抱き合って寝てないもんね。衰退、うわー、やだこのタイトル、衰退は良くないでしょ、人の恋愛に衰退ってタイトルつけんじゃねえよ。あんな日々からもう長い時が経って、どんどんと距離ができていく二人、まるでただ一緒にいるだけみたい。彼らはチェロ、昔の、あ、一番見たくないと思っちゃった、昔のね、輝いてた彼のチェロの音はどん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 苛立ちを覚えていきます。うまくいかないことに対する苛立ちかな、なんだか楽しそうに楽器を弾かなくなった彼、ああ、そんな、やだ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 、何、あ、買ってもらったキャンパスノートもどん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 後回し、物の下に触らなくなっていくんだね、こうやって。喧嘩、次の喧嘩はすごいぞ。なんだなんだ、眠いなぁ、うん、どういう喧嘩だったか分かんなかった。ねえ、ヒゲ長いよ、ファッションだよ、私ヒゲ長い人嫌って言ったじゃん、ファッションだよ、だからヒゲは剃ろうって、ヒゲを剃るファッションもあるよ、ファッションだよ、喧嘩、もうお互いの些細なことが気になっちゃうんだろうね、やだ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 、もうどん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 険悪になっていく言い合いです。うわあ、もうすごい、ボケがとか言ってんだろうな、今まで聞いたこともないような悪口、
人格否定。ああやめて。今までのなんかうまくいかないこととか生活の不満とか好きだった頃は許せてあげたこととかそういうのがまとめて出てきちゃうんだよな。そう、言い過ぎかもって思うかもしんないけど、どんどん出てきちゃった。ああ、また言い過ぎちゃった。ああ、言い過ぎたし言われたことに傷ついちゃうんだよ。勢いで言ったことって分かってるんだけど、それでも心に刺さる言葉ってあるんだよな。でもね、もうなんかお互い意地になっちゃって、仲直りもどんどんできなくなって、お互いね、で僕が隣にしてあげる、僕が仲良しにしてあげる、よいしょ。あーでもそっぽを向いて寝る。合わなくね。あ、もう絶対合わなくされてるんだ。こういうことなんだ。こういうことなんてんだ今。ほら、絶対に合わなくされてる。すれ違ってんだ。